長い間科学者たちは海の生物が間違って人間が海に廃棄したプラスチックを食べ,て食べていると考えていましたところが実際はそうではなかったことが近年になって分かりました海の生物はこのジャンクフードが好きなので 食べていることが分かったんです。海洋科学博士課程を勉強しているオースティン・アレンという人がこう言ったんです。プラスチックは本質的に美味しいししのでしょうか。サンゴやプランクトンのような小さな海洋生物はまるでプラスチックが実際の食べ物であるかのように敏感に反応して 反応すするんで,すでプラスチックに対する生物の反応というのは他の廃棄物やまた砂と全く対比しているそうです。でコネチカット州のニューーブンレジスタという新聞,会社新聞に掲載されていたんですけれども「もし砂が彼らの口に入ると生物の体に生えている毛で砂をきれいに洗い落とすんです」と。 ところがおいしいプラスチックの場合は違うそうですサンゴは触手でプラスチックを口の中に入れてそしてむさぼり食うんですってサンゴがプラスチックをバカ食いするんですってもちろんプランクトンもサンゴも目はありませんけれども彼らの舌で口の中にある舌で食べるものなのかまた食べられるもの 食べられないものかを判断するんです。で、生物はまず口に入れて味見をしてから食べる食べれるものなのか食べられないものかを判断すると。で、マシュルソバカというあの研究者がこういうふうに説明しているんですね。その結果、海に流されたプラスチックはこの美しいこのハワイの海を汚すばかりか。 それが何か知らない生物に害を与えて殺しているんだとそのように言っていますサンゴがこのハワイ諸島のサンゴがこの海にあるあの美しいサンゴがプラスチックをほおぶり食べているんですこれは私たち人間の目によく見えるものまた 肉の欲を満たすにふさわしく見えるものへの誘惑に通じるレッスンであると考えています上よりのすなわち神からのガイドがなければ私たちの肉の欲私たちではこの肉の欲に対する誘惑には貸すことができないということを暗示しているそのことを思います 先週の箇所でこのヤコブは試練の価値を示しましたどのように神が試練を用いて私たちを完全に大人にしてくださるかをまた苦難にしか思えない試練を神の見地から見ることを教えました今朝の箇所は試練の時に その試練を有効に活用するために私たちが取る選択の結果とまた試練の際の誘惑の要因について説明しています三つのポイントに分けて学びます一つは神への愛から私たちの神への愛から試練に耐えることを選ぶことということです 私たちの愛から神への愛から試練に耐えることを選ぶということです。十二節に「試練に耐える人は幸いです」「耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです」とありますすべてのキリスト者がクリスチャンたちが 神を愛しているという思いはこれはフィクションです作り話ですですから私たちが本当に神を愛しているかどうか試練によって分かるんですもし私たちが本当に神を愛しているならば試練の中で神に信頼して 神に喜ばれる生活を生きようと忠実に生きることを選ぶはずですもし神を愛していなければ試練に遭うときに私たちは神の御心から引き離そうとする誘惑に身を委ねてそして罪を犯す道を選んでしまいます試練は私たちのうちにあるものが 何であるかを知らせるんです試練の時に神への愛のゆえに私たちは耐え忍んで神に従うことを選ぶことですポー・ブーク・ウィークという人がこのように言いました私たちはたとえ報酬がなくても称賛されなくとも忍耐することを学ばなければならないと その通りです神を愛する愛から試練に耐える人神を愛する者に約束された命の冠を受けると書いてありますこの命の冠というのは栄光ある豊かな良質のことですどんな良質のことかといいますと試練の中でも神に忠実な人は敬虔な人に成長します 非常に良質な人格者と成長します。忠実な人格、忍耐できる人。福音に生き、福音を伝える人、この世に打ち勝つ人に変えられていくんです。千九百四十一年の十月の二十九日に、イギリスの政治家であり、また軍人であった。ウィンストンチャーチヒューという方がいました。 彼が二ページにわたる長い演説で第二次世界大戦が勃発した十0ヶ月後のイギリスの貢献を振り返ってこのように彼は言ったんです。決して屈するなと。決して屈するなと。決して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 屈するなと。Never give in. Never give in. Never. 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 諦めてはいけないもしあなたがもう降参したい、もう人生諦めたい諦め,諦める前に教会に来たいということで教会に来られていたらば 決して諦めてはいけません決してサジを投げないでくださいやめることは簡単です諦めることは簡単ですサジを投げるのは簡単に投げれるんです命を絶つことは簡単にできるんですしかしヤコブは 諦めてはいけないと試練を耐え忍びなさいそのように励ましているんです教会に来たら私たちは諦めなさいとは言いませんどんなにつらい状況の中でも諦めてはいけません 強くなりなさい強められなさいサジを投げないでくださいここに来たらそ,うそのような言葉を受けます神はあなたの味方です私たちの回収はあなたの味方ですどんなことがあってもサジを投げてはいけないそのために私たちは もう協力しして励まします神への愛から試練を耐え忍ぶことを選ぶということは私たちに望まれています二つ目です誘惑の現実を認めることです試練に合いますと誘惑に合います13節に誰でも誘惑にあった時 神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰をも誘惑なされることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれておびき寄せられて誘惑されるんです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。 ヤコブはここで神が私たちに試練に会うことをお許しになられるので神は誘惑もされるとそのように信じているクリスチャンの人たち語っているんです神が私たちに試練に会うことをお許しになられるので神は誘惑をもされると結論づけることはこれは間違っている考え方です でこのような間違った考え方は神が私を誘惑されているとそのように結論づけるとこれは私に罪を犯しても構わないと開き直ることを教えているということになってしまうんです神は罪を犯させるために誘惑なされません ある人たちは自分が罪を犯したのは神の責任だと思う人がいたとしても神は誰も誘惑なされません。ヤコブは人はそれぞれ自分の欲に引かれておびき寄せられて誘惑される欲がはらむと罪を生み罪が熟すると死を生むとジョージ・スウィティングムーディ聖書学院の元学長が学生たちにこのように言われました。 クリスチャンの中には自分が撒いた過ちから逃げるために平気で嘘をつく者たちがいると期待通りに物事が進まなかったら苛立ちから汚い言葉を使ったり盗んだりごまかしたりすると他の人に心の中にある苛立ちを投げ,捨てたり投げ捨てつけたり自分で自分をかわいそうに思う自己憐憫に酔いしれたり 不平不満を言ったりまた結婚生活で正当な性的満足を得られなかったら他人と勧誘を犯しても妥当だという言い訳をしたりする者たちがいる彼らが何をしているかというと自分が犯した罪を神の責任にして責任逃れしているんだとそのように言われましたこれを聞いて心当たりある人はいませんか おそらく私たちのほとんどが他人が誘惑に陥ったと聞いてもさ,さほど驚かないんですところが宗教の指導者とか政治家とか権威ある地位にある人たちが誘惑の餌食になったと聞くと驚きの反応を表すんですショックあの人がしかしこういう考え方は間違っているんです誘惑というのは 避けることがでできないんです誰一人誘惑から免除されている人はいません現実は主にあって霊的に成長すればするほど信仰が強くなれば強くなるほど誘惑の回数も増していくんです指導の立場にある人たちどうか自分自身に気をつけてください 自分は指導的立場にあるので特別だと神に祝福されると誘惑から免除されていると決して決して思わないでください思った瞬間から落ちていきますお父さんかお母さんが子供にこの入れ物からキャンディー食べちゃいけないよさあどうでしょう 子どもは入れ物を開けてキャンディーを食べたくて仕方がありません誘惑されます若い青年たち大人と同様性的な誘惑があります富や金中年層にとって誘惑です権力や支配力 人を支配したい物、物事を支配したいというその支配力、年配者に多いんです。誘惑です。中年層にとっても誘惑です。誘惑に陥りやすい最も脆い時というのは、私たちが災害、また苦難に遭う時です。また、満足感に浸っている時です。がっかりしてしまうような時 誘惑に陥りやすすいんです神に信頼すべきなのに神に助けを求めるべきなのに誘惑されて神以外のものを求めてしまうんですヘブル人への手紙の4章に「私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪を犯されませんでしたがすべての点で私たちと同じように試みに遭わ,われたのです」と書かれてあります。 大祭司とは主イエス・キリストのことです。主イエスは私たちがこの地上で会うすべての誘惑を体験されたんです。会員の誘惑、盗みの誘惑、嘘の誘惑、殺害の誘惑、むさぼりの誘惑、いろいろな誘惑。主イエス様は全部体験なされたんです。でも主は誘惑に身を委ねずに 罪を犯ささなかかかっったんんでですですらら誘惑にがっかりさせせれてはいけません私たちの地上での最後の時まで私たちが最後に息を引き取るまで私たちは誘惑されますですから神を愛する愛から試練を耐え忍ぶことを選ぶべきです一つ大きな助けがありますがっかりした時に もう本当にがっかりしてもう泣き崩れてしまうようなそういう時絶対に一人になってはいけませんその時こそ友達と一緒にいるべきです信頼できる友のところに一緒にいるべきです教会の礼拝に出席するべきなんですそしたら助かるんです励まされるんです 絶対にに一人ななっいいけないんです特に男性たち信頼できる友人たちと一緒にいる励まし合うそれが誘惑から守ります3つ目私たちの長所を引き出すために神は試練を許されることを思い起こすことです 私たちのうちにある長所を引き出すために神は誘惑をあえて許されるそのことを思い起こすことです。16節18節に愛する兄弟たち騙されないようにしなさいすべての良い贈り物またすべての完全な贈り物は上から来るのであって光を作られた父から来るんです父には移り変わりや移り行く影はありません。 父は御心のままに真の言葉を持って私たちをお身に習った私たちをいわば非造物の発想にするためだと書いてあります試練にあった時に降参してはいけません神はいつも良いお方です信頼できるお方です神は悪の創造者ではありません誘惑の創造者でもありません神は私たちの敵ではありません 私たち神の子供にしていただいたこの私たちをしっかりした大人に成長させるための育成法絶対に疑ってはいけません神はいつも良い賜物を私たちに与えてくださいます単に良い賜物ではなくて大変良質の賜物をくださるんです神が与えてくださる賜物は、主イエスキリストを信じる信仰によって与えられる永遠の命です これが一番の大きな賜物ですそれに預かった私たちは神の栄光を表しますキリストへの忠誠を守り続ける私たちは特に神に喜ばれますそのような人は神への特別な捧げ物として喜ばれ受け入れられるんです私たちが試練の中で誘惑に遭う時にその誘惑を神の御心から引き離すものとして誘惑を見ないで かえって誘惑に遭う時には私たちの霊的成長を阻止する私たちの霊的成長を妨げる敵として誘惑を見るんです悪魔は私たちを誘惑しそして私たちから最悪のものを引き出そうとしますしかし神は 私たちの内にある最善のものを引き出すために誘惑をあえて合わせることをされます誘惑に関して見本となる人物は旧約聖書に登場するヨブです。神は悪魔にサタンに予部を誘惑させることを許可されました。 しかし神はその誘惑に関与されませんでした悪魔は神から許可を得てそしてヨブの持ち主を全部奪い取りましたしかしヨブの応答は悪魔が期待していたものとは違いましたヨブの選択は神を礼拝することでしたヨブの一生に私は裸で母の体から出てきたまた裸で私は賢に帰ろう 主は与え主は取られる主の皆はほぶべきかなとヨブは自分の妻から非常に苦しい病気にかかりまして苦しんでいたときに「あなたね神を呪って死になさい」と言ったんです非常にヨブにとっては厳しい 心に傷つけられる言葉と言われた時もヨブはこのように言ったんですあなたは愚かな女が言っているようなことを言っている私たちは幸いを神から受けるのだから災いも受けなければならないのではないかヨブはこのようになっても罪を犯すことなど一つも口にしなかったと書かれてありますあなたはどうですか私はどうですか 今日あなたは神に従うことを選びますかそれともあなたが今誘惑されていることについて神を非難していませんか神を非難して罪を犯すことを正当化していませんかある人がこのように言いました。私はその通りだと思いました。人間というのは誘惑にあって罪を犯すとき、一日にして 道徳的な生き方から突然不道徳な生き方になるとそのように私たちは見受けますけれどもでも実際にはそうではなくてそのようになる過程があるというんです。というのはある問題に対して盲目である場合があるんです。 でその盲目にその問題に気づくことが難しい場合が多々あるんですですから誘惑されて罪を犯すことが分一夜にして起きるような錯覚をしてしまうんです今私たちの中でまだ罪を犯していないけれども罪を犯す過程にある人がいるかもしれません私たちは誰一人罪に対して免疫を持っていませんですから初期段階で 黄色のサインが出ているときに気づいてそれに対し,対して対処すればその時点で方向転換ができるんです初期段階であればあるほど方向転換が容易にできますもしあなたがポテトチップが大好きだとしますもうポテトチップが大好きで大好きで仕方がないでも医者から「体に害があるから」と言って食べてはいけませんよと言われました でそのことも知っているわけです。ところがもう一度食べ出したら袋がからから空になるまで全部食べ続けてしまうとでそのことも知っているわけですそれをやめたい袋を開いて今日袋を持ってきたらよかったですがポテトチップの袋を開いてそしてあし一切れだけ一切れだけ食べると。 やめられないです二つ目三つ目四つ目五つ目まあいいわわ <laughs> 全部食べてしまいます,誘惑に遭います神に喜ばれない道に足を踏み入れ始めている人が皆さんの中でおられますか 正直に何も口で言わないんでいいんです心の中で正直に答えていただきたいんですそれは私ですそのように気づいたら今日が方向転換の時です今が方向転換の時です自分よりも優れた人を妬んでいる人はいませんか 神があなたのことを誰よりも愛しておられるのではありませんか。美子の命を犠牲にされたほどあなたを愛しておられるではありませんか。神様の愛を認めないから人を憎むんです。妬むんです。そのことに今日気づいたら今日が方向転換の日です。 そうでないとそれがずっと行き着くところは憎んでいる人を必ず傷つけその人に関わっている人たちを傷つけその人に関わっている人たちの人間関係を壊して人殺しと同じ罪に定められるんですその他いろいろな誘惑に遭っている人自分が自分がそれだと気づいたら今日が今が方向転換の日です。 海の生物が間違って人間が捨てたプラスチックを食べるのではなくて彼らはプラスチックの味が好きなので食べるんですところが食べた生物は死んでいきます誘惑は私たちの目には心地よく見えるんですああ素晴らしいないいないいな厳しい試練の時に まだ満足感に浸っているときに自分の目にまた肉の欲を満足させるにふさわしく見えてくるんですそしてああ一口だけいやいやいやたった一口だけでいいんですああ味わ,味わいたい満足した,し,たしたいというそのその思いその思いがもう心に出てくるが嫌なもうこれはいけないと そこでやめるんです。口に入れる前にやめるんです。味わう前にやめるんです。目に入ってくる前にやめるんです。耳に聞こえてくる前にやめるんです。神様の言葉によって私たち気づかされるんです。ですので神の御言葉なしで。 この聖書のお言葉なしで神の助けなしで誘惑を見,見破ることができないんです本当に自分になるために自分のためになることが何であるかも私たちはわか,からないんですもしあなたが今試練にあっているならどれほどつらい状況の中で おられるか知りませんけれども前方が見えないほど真っ暗でも今試練に何も私は合っていませんという方もあなたには選択があるんです試練の中でも平穏な中でも神への忠誠を守ることを選び神にあなたのうちにある最も良いものを引き出してもらうことを選ぶかそれとも 誘惑に身を任せて神の敵でありまた私たちの敵であるその敵にあなたのうちにある最悪を引き出されることを選ぶか最良か最悪かあなたはどちらを選びますか神への愛から 試練をを耐えしのぶことを選びなさい。誘惑の現実を認めなさい神が試練を通して私たちのうちにある最良なものを引き出してくださることをそしてあえて誘惑に遭われることを許されるということをしっかりと思い起こし覚えておく必要があるんですお祈りします 神様、今あなたは私たちと共におられます。私たちに必要な御言葉をいつも私たちに語ってくださいます。今日私たちのこの会社の中で、今、試練の中にあってとても辛い目にあっておられる方がいましたならば、どうかその方に、 心を開かれますのでどうか慰めと励ましの言葉を持って癒してください。今誘惑にあっていると自分で認められている方がいましたらば今この時が方向転換の時です。どうかその方々 方向転換できる力を与えてください誘惑にあって身を委ねるその行き着く先の恐ろしさをどうかビジョンを通して見させてくださいあなたはどのような場合にも私たちのうちにある 最良のものを引き出してくださるお方です。あなたの栄光が表されるためです。どうか今日、私たち一人一人、どうか力を与えてくださり、支援にあっても妥協せずに、耐え忍ぶことができるように、そして私たちを精錬させて、 あなたのご栄光にふさわしいもの完全な大人になれますようにどうかお導きくださいイエス・キリストの塔というお名前によってお願いいたします。アーメン。